かなさん家って野山公園の近くなんですよね。もういいよ新人か。昔営業やってた時あの辺でよく仕事サボって、あいや休憩してたんです。あの辺って変に人が少なくないですか。もうさ二人飲み会じゃん。五十嵐さんもこう言ってますし、どうすか。そうしよっか。ねえ、かなさんってうちに帰っても一人って寂しくないですか。寂しそうに見える。ねえ、もうはっきり言わなきゃいけないから言うね。君それまでそうやって女の人を口説いてきたんだ。でもいい加減不愉快だから。今度そういう素振り見せたらそれなりの対応するつもりだから。あ、本当に申し訳ありませんでした。青木くん。はい。昼行かない。あ、いいですね。行きましょう。たくさん行きます。行きます。終わらせて会員します。ああ、はい。よろしく。あ、僕も後にしますわ。あ、そう。はい。はい。じゃあ、フィーしてきます。はい。あの、今僕にメールしました。間違いじゃないっすよね。
まず食事でも。中田町までお願いします。使い方わかるよね。え？これで私の顔取って。取って。いや、取ってどうするんですか？取りながらですか？そう。カナさん、またあんな風に会ってもらえませんか？あの日は緊張してたっていうか、ちょっと特殊な状況で、それにちょっとお腹壊してたし、緊張性胃炎。いや、言い訳だこれは。カナさん、お願いします。その時は私から言うから。その頃の原初的なウイスキーっていうのは、どういうものだったかっていうと、味が荒っぽくてね、刺激が強かったそうだよね。きっと君もね、さぞかし刺激が強いんだろうけどね。